ダウンタウンやりまーす。これが全然ピカデリーのはあかんかってんな。ヘイポーチャレンジ。ほな、今回のルールを説明するで。ピッカピカの秘宝を探し出してここに集めるんや。分かってると思うけど、クロ鬼に捕まったらきっついお仕置きが待ってるで。集められへんねんな、俺下手やから。何だ？あった。たっくん、アウト。あれ、どっか消えた。消えたやん、あいつのせいで。うわ、たっくん、アウト。違うってもう。タックン、アウト。凍ってる時に来んなんや。こんなん、タックン、キリなんや。
今回のルールを説明するで。チェックポイント全部通過してからゴールするんや。分かってると思うけど、クロ鬼に捕まったらきっついお仕置きが待ってるで。心してかかってや。ほな行くで。レディー、みんなと一緒の子やおいた。ついていこう。アウトってお前食らったばっかりやねんからしゃあないやなんか。こんな状態で食うなや。おーや、チェックポイント通過。たっくんアウト。Thank you.
ほな、今回のルールを説明するで。黒鬼に捕まったら強制退場やで。別件で裁判所から破産管財人の仕事頼まれてしまいました。心してかかってや。ほな、行くで。レディーゴーや。これをなんとかクリアしたいな。心してかかってや。ほな、行くで。レディーゴーや。なんでやねん。たっくん、アウト。なんでやねん。たっくん、アウト。分からんわ。フラフラな時に来られたって逃げられへんやん。
アウト。絶対アウトなるようになったんよ、こんなフラフラな時に来られたって逃げられへん。できる。できへん。ほな、今回のルールを説明するで。チェックポイント全部通過してからゴールするんや。分かってると思うけど、クロ鬼に捕まったらきっついお仕置きが待ってるで。ついていこん、誰かに。なんで投げんのかな。
ールを説明するで。黒鬼に捕まったら強制退場やで。心してかかってや。ほな行くで。レディーゴーや。それでは皆さん、さようなら。